フェデリコ・カッフェは、イタリアの経済学者。1936年に、ローマラ・サピエンツァ大学のビジネス科学科を卒業した。第二次世界大戦後、イギリスのロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに1年間留学した。その間、ケインズ経済学に触れ、当時の労働党政権が行った政策を間近で見た。イタリアに戻ってからは、イタリア銀行に勤務した後、 メッシーナ大学で教鞭を取った。1959年からはローマラサピエンツァ大学で経済、金融政策を教えた。カフェは何世代にもわたってイタリアの経済学者を指導し、その多くが学会や政界、行政の養殖についている。元イタリア銀行総裁で ECB 総裁のマリオ・ドラギ教授、イタリア銀行総裁のイナツェオ・ビスコ、 福祉経済学者のブルーのアモローゾ、労働経済学者のエチオ・タランテリ、元イタリア統計局長官のグイド・マリア・レイ、元イタリア統計局長官で、福祉大臣のエンリコ・ジョバン・ニーニなどを、それぞれの立場で指導した。他にも、経済政策の国際的専門家、ニコラはこちら、ネオ・リカルド派の経済学者、フェルナンド・ビアネッロ、革新派の経済学者、ダニエル・アルキブージなどがいる。 経済政策と福祉、特にその社会的側面に関心を持っていた。著者の一つである列王ネディポリティカ・エコノミカは、自身の考えを完全にまとめたものとして、広く知られている。彼は自由貿易を強く批判し、ケインズ主義者であることを公言し、北欧の福祉モデルにも強い関心を持っていた。1987年4月15日、ローマ市内、 モンテマリオの丘にほど近いカドローロ通りにある自宅から失踪した。ベッド脇の机には自身の時計、書類、メガネが残されていた。様々な説が浮上したが、1998年8月8日、ローマの裁判所は推定死亡を宣言した。ローマトレ大学経済学部、ロスキレ大学南欧研究センター、ローマラサピエンツァ大学経済、 経営学部経済学科図書館など、いくつかの機関が彼の名を冠している。ペスカーラ大学経済学部の大行動も、フェデリコカフェと呼ばれている。また、ローマラサピエンツァ大学では、現代の最も重要な経済学者たちによる、年次会議を開催している。講義の多くは、ケンブリッジ大学出版局のシリーズとして出版されている。 C ニコラアコチェラマリオチベリ。カフェ、ザ・マン、ザ・ティーチング、ザ・インテレクチュアル・パス。ワールド・エコノミック・フォーラム・アソシエーション・ニュースレター。4、フェブラリー2014。ダネル・アーチェバギー。アイラガッツ・チェサー・カロのいるプロフェッサーカフェ。ラ・レ・エピューブリカ。8オプリーレ2012。ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス・フェデリコ・カフェ・レクチャーズ。エディテッド・バイ・ニコラアコチェラマリオチベリ。ありがとうございます。